こんにちは。いつもご訪問いただきありがとうございます。今日は私のキャッシュレス生活についてご紹介したいと思います。今私が使っているお財布がこんな大きさなんですけれども、開けるとカードとここにお札が入るようになっていて、こちらが小銭入れ、とってもコンパクトです。こちらのカードにはお店のポイントカードとか図書館のカードとか、そんなものが入っていて、クレジットカードや銀行のカードはこちらに現役時代に使っていた名刺入れなんですけれども、こちらにまとめて入れて別に管理しています。そしてお財布の中には現金はほとんど入れていません。千円札と千円札が2枚、あと1万円札が1枚入っています。で、これは何のために現金を持ち歩いてるかっていうと、現金のみでしか支払いができないっていうお店もいくつかありまして、そういう時のために予備として現金は持ち歩いてるっていう感じです。じゃあどうやって支払い、買い物した時支払いしてるのっていうことなんですけども、今は全てキャッシュレスで支払いをしています。で、どういうことかって言いますと、ウォレットですね。まずウォレットの中にスイカと、カードをいくつか入れておりまして、アップルペイができるところはアップルペイで支払ったり、あとはですね、この au ペイとですね、それからもう一つ中心として使っているのはこのペイペイですね。この2つで全て支払いしています。それでこちらにチャージする時もですね、aupay はチャージする場合はですね、いちいち銀行などに行かなくて、このチャージをして、私はこのクレジットカードでやっているので、ここにですね、クレジットカードを追加していて、でこちらから金額を選んで自宅にいながらにしてチャージができるっていうふうに設定してあります。でですね、こちらの PayPay は仕事用の支出にいろいろ使ってるんですけれども、こちらもチャージする場合はですね、このチャージをして、今この三井住友銀行を登録してあるので、私はこちらから金額を、チャージした金額を選んで自宅のこちらを見ながらにしてチャージできるということになっています。でも銀行さんの取引も全てこのアプリで、SMBC さんですよね、SMBC さんのカードとか部分、お金のやり取りというのはほぼこの中で完結してるんですよね。aupay や PayPay へのチャージは1月の予算を決めて、その金額をまとめてチャージしたら、それ以上は使わないようにして管理しています。で、もう一つ非常に便利なのがですね、この Apple Watch ですね。こちらでですね、スイカを入れてまして、ダブルクリックするとこのカードが出て、 iPhone と同じ同期したカードが出てきまして、スイカを登録してるんですけれども、スイカはですね、認証をしなくても、テク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 こう歩いていて、かざすだけで、使える。で、荷物が非常に多い時とか、非常に便利です。で、ついでに言うと、このアップルウォッチでできることっていうのは無限にありまして、例えばこの運動を管理したりですね、今日どれぐらい歩きましたよとか、要するに万歩計のような役割も果たしたりですね、あとは他にいろんなアプリが入ってまして、心拍数が測れたり、心電図まで
取れちゃうんですね。ここに手を指をかざすとですね、30秒かけて心電図を取ってくれるんですね。ここにも書いてあるんですけども、心臓発作のチェックはしませんって書いてあります。まあ、そこまで正確ではないと思うんで、医療的なね、信憑性というのはここに求めてはいけないと思うんですけれども、ある程度ですね、これで異常があるかないかっていうのを早期に発見することができる。今これは、平常、健康ですよということですね。あとこれですね、これは、周囲の騒音を測ってくれて、あんまりうるさいところにいると、危険だから離れてくださいっていうような表示が出ますね。とか、いろんな機能がありまして、もうこれ私やってないんで、あんまりやってないんですけども、睡眠の質をですね、見てくれるんですね。で、夜寝たままウォッチをしてないといけないので、私はちょっとそれが鬱陶しくてやってないんですけども、質をチェックしてくれたり、非常にこう健康管理にですね、役に立つアプリがたくさんあるんですよね。で、これは毎日の運動ですね、何をするかって、例えばヨガをしましょうってなって、これをポンと押すと、こんな風にカウントダウンされて始まるんですね。で、止めたい時はこれで止めるという、そんな機能もついてましてですね、本当に非常にですね、これこそシニアの味方じゃないかと私は思っているわけです。はい。で、これはもう私は体の一部となっていまして、それがいいか悪いかはちょっとよく分かりませんが、つまりこれはバッテリーがあるからこそ機能しているわけで、電源がですね取れなくなった場合どうなってしまうんだろうかという不安は常にあります。それでですね、銀行さんとの取引もですね、全てこの画面上で、完結してまして、ここでログイン、今私登録してあるので、ここでログインすれば、もう残高から取引履歴、振り込みなどが全てここで完結します。もう一つ、UFJ と、それどこの銀行さんでも今もうインターネットバンキング主流になってると思いますので、ここでログインですよね。ログインすると、こちら主にアプリでやってるんですけども、ログインすれば、全て銀行さんとのやり取りはここで完結するようになってます。今こういったですね、紙の通帳ですよね、これはもう銀行さんの方でも廃止の方向に持っていっていまして、SMBC さんとかは、もう廃止になっていて、作る場合は有料ですかね。で、紙の通帳いらないよっていう場合に何らかしらの優遇ポイントがついたりですね、優遇があるっていう状態ですよね。で、確か UFJ さんも、今年の4月からは、1000円かな、有料に、紙の通帳発行する場合は有料になったと思います。なので私も今これはもう使っていません。通帳は、残高とか取引は全てネットの中で、見られるようになってます。初めて声でおしゃべりしてみたんですけれども、いかがでしょうか。もし聞きづらいとか、そんな声を聞きたくないということあればコメントで教えてください。皆さんが楽しんでいただけるように改善していきたいと思います。